当たってる当たってるやったもしも宝くじが当たったら、もしも億万長者になったら、誰もが一度は想像するそんな夢物語だけど、もしも本当に当たったら、あなたは幸福になれると思いますか？僕は田原健人、駆け出しのノンフィクションライターだ。東京と違ってこっちは空気がいいな。今日はある事件の取材のため東北までやってきた。ある事件とは、宝くじで2億円もの大金を手にした女性が殺害されたという痛ましい事件。僕は関係者に取材して記事を書くつもりなのだ。殺害されたのはあるメーカーに勤めていた山田という女性。ほら猫ちゃんご飯だよ。結婚したこともあったが、当時はバツイチの独身、ペットと共に質素な生活を送っていた。彼女のかつての同僚に話を聞くと、あんまり人付き合いのない子でね、休憩時間に話すのは私くらいだったわ。印象に残っていることはありますか？そうね、山田はよく宝くじのことを夢と呼んでいたらしい。見て見て、夢を買ってきたの。そんなの当たりっこないわよ。いいのよ、夢なんだから。二人でそんな風に笑い合ったという。しかし彼女の買った夢が、え、これって一等？一等だ。あ、なんと見事一等に当選、2億円もの大金になった。突然の大金は人を狂わせるもの。しかし、こんなこと誰にも言えないわ。豪遊しないでこれまで通り暮らしましょう。彼女は賢明だった。散財もせず、当選のことすら誰にも話さなかった。もともと自己顕示欲も薄く、質素倹約が身に染みていたのだろう。本当にやめてしまうのかね。はい、今までお世話になりました。早期退職するも、2億円は親兄弟にすら秘密にしていた。あるたった一人を除いて。それが交際していた高橋という男。実は私、宝くじが当たったの。え、本当に？し、二人だけの秘密よ。恋人だけには2億円のことを打ち明けたのだ。それならうちの近くに引っ越してくれよ。時期を見て結婚しよう。嬉しい、一緒に幸せになりましょう。当時彼女は幸せの絶頂にいた。二人は会社を通じて知り合った仲だった。いや、調子はどうだい山田さん。ええ、上々です。引っ込み思案な山田にも明るく接してくれる高橋に自然に惹かれ、交際するようになっていた。当時この事件を担当していた刑事は、高橋は彼女から少なくとも約1億円は受け取ったんだ。1億円？どうしてそんなに？数千万は2人で暮らす新居の購入費用。山田は恋人を信頼してお金を預けたのさ。でもいくら恋人で社長だからって1億円とは。それより問題は高橋が既婚者だったことだ。え、じゃあ不倫？なんと二人は不倫関係だった。奥さんと別れて私と結婚してくれる？もちろん、二人で事業を立ち上げてゆっくり暮らそう。嬉しい、あなたに任せるわ。高橋の甘い愛のささやきに山田は酔っていた。新婚旅行どこへ行こうかしら。どこにだって行けるわ。夢を買っていた彼女が本当に欲しかったのは、大金でも宝石でもなく、愛する男との生活だった。しかし高橋は山田との新居など買っていなかった。2000万円確か受け取りました。お願いします。奴は借金まみれだった。まずは自分の会社の借金返済をして、あろうことか別の女性に貢いでいた。いいの？こんなに高価なもの。いいんだよ、その代わり今夜はたっぷりサービスしてくれよ。高橋はその女にぞっこんだった。こんなお店まで、助かるわ社長さん。これくらいはした金さ。その金で開店資金や改築費用まで出してやがった。高橋は家庭も会社の経営も全くうまくいっていなかった。ただいま。現実逃避なのか、狂ったように山田の金で散財していたのだ。当の山田はそんなことはつゆ知らず、ようやく買った新車も高級車ではなく、下取りも合わせて90万円ですね。安く済んでよかったわ。今までと同じ安い愛車を新調しただけ、2億円も当たったというのに。しかしある日、これってあれ、家を買ってない。山田はついに高橋が新居を買っていないことに気づいてしまった。彼女はすぐに高橋を問い詰めた。どうなってるのよ、お金はどこに行ったの？一緒に暮らすんでしょ。それはその、クソ。口論の末ついにはやってしまった。高橋は彼女を絞殺、遺体は地中に埋められた。その後高橋は上京し、新聞配達の仕事を見つけて隠れていた。しかし、高橋さんですね、ちょっと署まで来てもらえますか？はい。事件から3年後、高橋は殺人容疑で逮捕、懲役15年が求刑された。はあ、金に目がくらんだ男と愛に目がくらんだ女か。
どれだけの大金を手に入れようとも、結局人はないものねだりの生き物なんだな。